こんにちは、梶恵子です。今統一教会の、信者たちがヘイトを受けたり差別を受けているという、記者会見での話を聞いて、子どもたちがですね、学校で、差別を受けたりしているというのを聞いて、心痛めてます。何があってもですね、そういうことで差別を受けるっていうのはですね、やっぱりマスコミ報道の、偏った報道だからね、冷静なちゃんとした、根拠のある、報道でなくてイメージで、以前ですね、安倍総理が叩かれてたみたいにイメージ作戦で、ある団体がある団体を、潰すために、イメージ作戦でやるっていうのは、よくあることなんではあるんですけども、それ看過できないのはですね、子どもたちが学校でその肩身の狭い思いしてるっていうようなことがね、社会で起きてるっていうのは、やっぱりこのね、報道のあり方というか情報の伝え方がね、おかしいんだと思うんですね。例えば安倍総理が、殺される前ね、何年か、盛りかけって、もう国会でもね、根拠もなく、何か犯罪あるようなことを、不正があるようなことを垂れ流して、そしてついにですね、安倍は悪いんだから殺してもいいんだっていうように思う人が出てきて、テロリストが出てきたというようなことで、そして出てきたら今度はね、そういう人だから殺してよかったんだっていう人たちも出てくるってね、一種のね、集団、やっぱりそれは集団的な、暴行暴力であって、例えばですね、私は驚いたんですけれども、統一教会の信者がある行政町ですね、市役所とか町役場とかそういうようなところにある施設の利用を申し出たら、貸してくれって言ったんでしょうけど、そしたらですね、統一教会だから貸せないって言って貸してくれなかったっていうようなことがあるんですね。不自由展っていうのをなんかやった人たちがいますね。天皇陛下の写真を燃やしてその灰を踏んづけて、するとか、そういうような展示をするのに、愛知県の方で、大村知事だったかが許可して、なんか不自由展とかでアートの、展覧会みたいなことしたらしいですけれども、そういうのは、それをね、アートのグループっていうことでアートとして、展示したんですけども、それは貸してもらえたわけだけども、統一教会はね、なぜ貸してもらえなかったのかっていうのは、私はね、やっぱりそれはね、ヘイトであり差別であるっていうふうに思いますね。別に統一教会の子どもが何か犯罪を犯したわけでもないしですね、統一教会はもう2000年代以降からは、以前のような高額献金とか、いろいろトラブルがあるっていうのも相当っていうかね、90% 以上も、減ってて、今の数字系とかっていうの、何か返金を教えてる人たちっていうのは少ないらしいんですが、まだ文科省や、どこかはですね、1000件とか1000億あるとかね、なんか言ってる人たちもいて、そういう話も、不確かなものも出回ってですね、それとにかく統一教会って言うと、もう何か暴力団以上の悪い団体だっていうようなことでね、そして信者たちが叩かれるっていうのはね、とてもね、間違っているわけです。そこをね、私は統一教会をね、特別、大切にしろとか、悪いとこだからこうしろとかっていうか全然思ってないんですけども、そういうものでヘイトとか差別ってよく左翼の人たちの集団で、やりますけども、反対運動とかね、デモとかで何かって言ったら差別だヘイトだって言うけど、今のね、統一教会に対する
バッシングっていうのは明らかにバッシングで、中にはね、やっぱり統一教会が気に入らないから何でもしていいんだっていうような、そうするとね、これ非常に危険なのは、安倍総理殺されましたけれども、統一教会は悪いんだっていうことばっかりね、植え付けると、あれですよ、統一教会の信者、もっと言えばね、統一教会だけじゃなくて、他の宗教、とにかく宗教やってる人たちは頭おかしいんだとか、マインドコントロールされてるんだかおかしいんだというような、世論になってですね。そうすると、例えば入院してる人たちを殺した人、30人ぐらい殺した人いましたね。ああいうように、社会にとってね、プラスにならない人たちだから殺していいんだみたいにね。そして安倍総理みたいにね、もう安倍が安倍がって言いまくってる人たちがいたら、それを真に受けてですね、安倍総理はもう、悪なんだから叩いてもいいんだって、それに一緒になってね、尻馬乗ったみたいにね、何かっていうとね、安倍批判しとけばね、何か有名になるようなことを、芸能人でもそうですけどもね、そういうような風潮で何かを叩くっていうのは、それ逆でもそうですけどね、私もよく共産党っていうか、共産党のね、批判って私、それほどしてないんですけども、共産主義は嫌いだっていうことはよく言ってるんで、それはね、見てれば、中国を見て、香港へのやり方なんか見ててもわかるし、ロシアのやり方もですね、ロシアはなんか民主主義らしいですけども、何かそれから北朝鮮とか見てるとね、私は共産主義で社会主義じゃって、ロシアのことはね、私はロシア革命の時に、ロマノフ王朝の一家を殺したのが気に入らないので、可愛い綺麗なね、ロシア人って本当美人綺麗なんですよね。もう色が白くてね、もう世界一綺麗な民族じゃないかと思う、美しい民族じゃないかと思うんです。可愛いね、10歳か15歳か、お姫様たちもね、一緒に殺しちゃったわけでしょ、共産主義、スターリンが。そういうようなことするね、残虐なことするのは嫌いなんですよ。だから私は共産主義が嫌いなんですよ。共産主義が1億人ぐらい殺してるって言いますけども、だからね、要するに保守っていうのは何もね、ナショナリズムでやってるわけじゃなくて、やっぱりね、何か改革するにも時間かけて、伝統を守りながら、でも今のね、日本見てるとそうなんですけども、日本は割と保守的な国でずっとやってきたんだけども、天皇もいらっしゃるし、守ってね、伝統を守って、2000何百年、2600年以上続いてる、世界中見てもね、イギリス見てもどこ見てもいないです、日本だけですよね、皇室があるのは。それ続いてずっとね、万世一系でね、男系で、これまで2000年以上続いてるわけですけども、他の国はですね、フランスなんかもすごいですけども、もう殺しては、ナポレオンなんかもね、そういう軍、要するに殺し合って取ってきた権力みたいなところがあるんで、そういうような、中国もそうですけど、そういうね、やっぱりそういうなやり方っていうのは好きじゃないから、私共産主義嫌いって言って共産主義の批判するんですね。で、だけど共産党の、友達もいるんですよ。共産党で立候補した友達がいて、文学の友達がいて、小説家なんですけども、それはそれほど共産主義のね、信奉者ではないと思うんだけど、選挙に出やすいから出たっていうような感じは私はしてるんですけどもね。そういうようなことで、批判しますけどね、統一教会のね、批判の仕方っておかしいと思うんですよね。解散請求出せ出せって言って、野党でも、立憲民主党ですか、とか、左翼系の人たちが言って、そして団体が、全国弁護士連、なちょっとフルネームではちょっと、言えないですけども、とにかく全弁連とかいうような弁護士団体が、これを要するに統一教会はけしからんから、とにかく解散させろって言って、とにかくけしからんからっていうことで、いろいろ自分たちの拉致監禁の問題もあるのに、
とにかく解散させろ。そうそう、その解散下でに、解散させろっていうのはね、政権交代の解散じゃなくて、宗教団体の解散をさせろっていうことでやってるわけでしょ。で、18万ぐらいあるらしいんですけど、団体が。それなのにね、統一教会だけね、まあ、何件かこの前まではあったらしいですけども、それをね、気に入らないからね、解散させろっていうイメージ、今は。根拠ないですもん。だって、昔、50年前はね、まあ、ジャニーズで問題になって、まあ、マスコミ報道しませんでしたけども、ジャニーズは50年か60年前から、NHK のトイレでもなんかやってたっていうような犯罪までやってて、子供に対するね、虐待やってんのに、逮捕されなかったんだけども、それを報道しなかったマスコミがですね、統一教会、統一教会って言って、何かというとよくわかりもしないところも、とにかく叩けばいいみたいな形で、そういうことをしてるとね、それは、イデオロギーでそういうようなことをやってると、いろんな団体も結局、日本も自由じゃない中国みたいなね、国になっていくわけですよ。そういう団体をちゃんと申請して取ってる宗教団体をね、そういう形で解散させるような、いや、犯罪があれば別ですよ、ロームのようなね、殺人。そういうの、もちろんそういう団体だったらね、それはしなきゃいけないけども、今ね、トラブルがあるの、ものすごいも減ってるわけでしょ。だって、2000年の初め後、2005年か6年あたり以降から、統一教会でもトラブってるところ、トラブルっていうか、申請してるね、被害を届け出てしてる人たちっていうのが、ものすごく減ってるわけで、今一生懸命改革したりなんかして、成果が出てるところじゃないかと私には見えるんですけども、そういう人を、そういう団体を今ね、勝手に気に入らないから、マスコミが叩いてるからね、それに便乗してね、じゃあ、解散させなきゃいけないみたいな形でね、文科省を出して、岸田総理がね、解散請求出させだ、請求したっていうようなこと、そういうね、マスコミの流れに乗ってやってると、例えばですよ、戦前日本は戦争して悪かった悪かったって戦後言われてますけども、あれにもいろいろ理由があるんですけども、そういうふうにマスコミは何かというと日本が悪いようなこと言ってるけども、それをね、煽ったのは新聞ですからね、新聞はまあその方が売れるわけで、まあ負けてても勝ってるように報道したりね、マスコミがそうやって煽って、庶民は一般大衆は知らないもんだから、よくわかんないから新聞信じて、一緒になって新聞ラジオ信じてね、やってたわけでしょ。それと同じで今もそういうことが起きてしまうよっていうのが私の、懸念なんですね。心配してるわけですよ。そういうようなことでするんだったら、例えばある団体たちがですね、今外国人の団体がね、日本のそういう支援者たちと一緒になって、弁護士なんかも一緒になってんだと思うんだけども、例えばね、最近ね、元号にね、文句言った外国人がいてね、日本の国のね、元号についてね、失礼でしょ、だってそういうこと、日本の国に来て、日本で暮らしてるからって言ってね、自分は不便だからね、元号をね、やめて、併記しろって言ったらしいんですけども、西暦でね、2023、令和5年をやめて2023年にしろとかって、元号の方が分かりやすいっていうのもあるんですよ。その時代を、例えば昭和っていうと昭和の時代を表してるわけですから、令和って言ったらこんな時代だったなとかね、小渕さんがこうだったなとか、日本人のそういうあるわけですよ。それを、まあ元号はね、分かりにくいからね、西暦にしてくれとかね、自分の国ではなんとかこういうのは食べたいからビーガンにしろとかね、学校給食を変えろとかね、日本の学校でね、日本の学校に行ってるのは自分の母国のね、やり方でやってくれっていうのはね、だってそれはね、逸脱してますよね。文化を、その国の文化を、例えばですね、豚肉食べない国だから、豚肉入れる、給食に入れるなっていうのおかしいでしょ、だって。あ、豚肉は思い出したんだけどね、最近聞いたんですけども、イスラム系の日本で働いてる、
男性ですけどもね、豚肉おいしいって食べてるって言うんですよ。それで、豚肉食べてもいいのって、食べてはいけない、本当は食べていけないんだけども、日本でだけ食べるって言って、そして、日本だけって言って、そして日本豚肉おいしいって言ってるらしい、言ってるっていうのを、聞いたんですけどもね、そういうような、まあ、自分のね、国の文化を外国に押し付けるっていうような形、自分が不便だからって。不便で嫌だったら、まあ、自分の国で過ごせばいい、暮らせばいいわけですから、外国に来てね、まあ、こういう、まあ、ちょっとこうしてくださいっていうのはいいと思うし、それから、外国人に申請するのもいいと思いますけど。